平野の仕感謝の気持ちを込めながら歌わせていただきました。キンプリ5人最後の M ステ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キング・オブ・スが19日放送のテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション・エムステ2時間スペシャル午後8時で5人体制で最後の同番組出演を果たした番組ラストには新曲ビューティフル・フラワーをテレビ初披露長瀬恋24和歌唱前に悔いの残らないように楽しみつつ精一杯気持ちを込めて歌いたいと思いますと語った その後、曲を紹介。今月22日にグループを脱退する神宮寺優太二25が初めて聴いた時からいろんな思いを乗せられる歌だなという風に思いました。同じく脱退する岸優太二27も今日の M ステでメンバーで話した時、満場一致で決まった曲と続けた。 グループに残る高橋海人24は今のキング・アンドスの集大成の楽曲となりますので楽しく披露させていただきます。長瀬は今までにないくらい壮大な曲でいろいろなことを思い出しながら歌えるし今の瞬間に合っている曲だと思います。と改めてコメントした。曲の直前には脱退する平野市を26が楽しんでくださいと呼びかけた。 歌唱では、スーツ姿の5人は一列に並び、平野が心を込めて、そして僕たちのことを支えてくださったスタッフの皆さん、5年間僕たちのことをこのミュージックステーションで見てくださったカメラの奥の皆さんに感謝を込めて、聞いてください。ビューティフルフラワーと語り、前向きな内容の歌詞の楽曲を歌い上げた。曲が終わると深々と一礼。 平野は、すごく、本当に、感謝の気持ちを込めながら歌わせていただきました。と、感慨深げな表情を見せた。永瀬は、2曲とも最高に楽しく、僕ららしくパフォーマンスできたので、よかったです。と、充実感のある表情で振り返った。番組中盤に披露した18年のデビュー曲、シンデレラガール、では、金プリらしい、王子様衣装、で歌い上げた。 ツイッターでは、キンプリ、エムステ、シンデレラガール、王子様衣装、などが次々とトレンド入りした。脱退する3人は順次ジャニーズ事務所から退場する。5人体制では今後、日本テレビ系冠番組、キングブスル、キンプル、のラストとなる20日のゴールデン2時間スペシャル午後7時56分などにも登場する。 平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。